手づかみ食べにぴったり、お好みの具で作れるワンタンスティックの作り方をご紹介します。今回利用した材料はこちら。バナナ、納豆ご飯、加熱したさつまいも、ワンタンの皮。はじめにワンタンの皮に包みやすいサイズの具材を置きます。皮の端を水で濡らし、くるくる巻きましょう。他の具材も同様に巻きます。納豆ご飯は巻くことで食べるときにこぼしにくくなるのでおすすめです。具材がこぼれないように両端を指でしっかりと閉じましょう。包み終わったらアルミホイルに並べ、オーブントースターで焼き色がつくまで焼きましょう。ワンタンの皮が焦げやすいので弱で焼くといいですよ。こんがりきつね色に焼けたら完成。いろいろな具材で作ってみてくださいね。